かしこまりました。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望、大志ビズパートキット。軍友集結シナリオの石田三成編ですね。はい、ではね、第6話になります。始めていきまーす。ちょっとね、北条戦ね、やってたんですけど、ちょっと邪魔がいろいろ入ってきて。で、おまけに、武田さんを守ってあげなきゃならなかったりとかして、結構、めんどくさい状況になってます。勝ちは揺るぎません。我が策があれば勝つのは必然でしたね。よし、守ってはあげれた。で、最上が攻めてるんで、これもそのままこっち行けば行けちゃうんじゃないの。うん、こっち来る。そう、じゃあここに移動しとこうか。出陣しましょう。で、この1万いくさかをちょっと引き付けといて、その間に、うちらはここら辺で倒したからすぐには来れないはずなので、こっから8000も解こう。一応4部隊いればいいはずなので、出陣します。行きます。出陣します。これでここ以外でもどんどんね、使えると思うんで。上杉さんはね、どんどん。なんか誰かが裏に行ってくるぞ。94。さもありな。さもありな。さもありな。そしたら73、さもありな。さもありな。はい、来ました。3000円あげますよ。ままならぬ。これ向こう行っちゃったね。いいね。じゃあ、ミッチーそのまま。手を打ちましょう。来るの？じゃあもう一個、もう一個前行こうか。皆さん続いてください。うん、こっちで潰れたからでいいや。うん。あ、これ戻ってきたね。まあ戻ってきたけど、これホイかなんかでいいでしょ。飽きないを始めましょう。問題いらない。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。交渉で、本当とは10ヶ月。できれば道さんとはもう縁切りたいんだけどね、道さん潰れてくんないかな。まあ、とりあえず進みますか。皆の者、我に続け。民の穏やかなる暮らしを守る、それが我ら北条の役目よ。あ、出てきてくれた、ありがとう。この志決して砕きはしない。包囲する気満々だったんですけどね、出てきてくれたのは助かります。いやちゃんとそっち守りいけないよ。行きます。じゃあ、うちこっち行くからいいよ。
ああ、評論切れる？この辺にしようか。後に続け。じゃあ進めていきます。待機します。行きます。出陣しましょう。うん、まあ向こう行くね、多分優先的にね。じゃあこれもこっち行ってもいいかな。出陣します。優先的にこっち行くね。じゃあいい。かかれ。ああ出てきてくれた。よかったよかったよかった。次なる戦も必ずや勝つ。よし、北条さん入りました。参る。後に続け。ちょっとこのまま行ってみようか。好意にしとこう。あ、そうだ。ここはしとこう。こんなみすみす見ててね、やられちゃダメですよ。ここはします。交渉有利な、のやつがあるんで、多分大丈夫だと思うんですけどね。3ヶ月、多分、くっつっこには4ヶ月でしょ？で、こっち、兵糧あとどんぐらい？あと10日しか持たないか。ダメだね。いたします。先月の収支です。表情を始めましょう。こんな感じは対面商業かな。これにて表情を終わります。あ、これなんか表情がちょっと増えるんじゃ、取っとこうか。これはダメだ。ゲッチ。ちょっとね、もう、ちゃんともっと入れときゃよかったね。全然こう、片後ろだったね。うん。全然こう、壊されてないもんね。じゃあ、こんな感じかな。ボヘ？かしこまった。かしこまった。下田もちょっと兵増やせるし、小田原も兵増やせるんで増やしておきましょう。かしこまった。強力はないんですよね。道路があればね、全然楽に戦えるんですけどね。口惜しきことよ。で、どうせ今月は、武将が入れないはずなので、我に続け。これは解散したらもらいに行きます。攻撃しとこうか。戦力不足になっちゃったね。返そうか。これはどんどん何日ですかね、これ。11日。じゃあこれ戻しとこう。中に入れとけば、こいつ解散するんじゃない？ 6 ヶ月ほど借りたい。
あー、また来られてんの？バカせれない。まあ、ここ2箇所ぐらい貸してやろうか。かたじけない。7500で来られてるんだ。まあ、なんとかなるでしょう。まだ帰ってくんないね、これね。我が志、必ずや果たしてみせる。あー、なんか兵増やしちゃったね。お指示をそのまま取り返すこと無理だね、多分。諦めよう。まあ、そのまま、攻撃します。攻め込むぞ！あー、負けちゃったね。あー、これちょっと通り魔殺人じゃん、これ。悔しいね。まあ、ここでは取れると取り返せますね。そう、あと、後期なんかじゃないよ。密約。上杉さん、ああ、これもらっとこうか。お金で。なるほど。なるほど。なるほど。1790件でいいでしょう。じゃあ進めていきます。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。あ、ガモさんに援軍借りてたんだ。あ、忘れた忘れてた。お、イーさん頑張ってるね。何気にそろそろ節制を取れそうじゃないですか。したら、E さんも攻め込まないとならないんで、じゃあ、あれだね。開発？届かないね、順天井ね。これ2万2000だもんね。あ、2万2000なら、順天井立てる意味あるね。かしこまった。ああ、こう届かなかったね。持たなかったね。かしこまった。承知いたしました。届かない。ちょっとね、取り方がなんか、形が変な形で取っちゃったんですよね。はっ。かしこまりました。かしこまりました。かしこまりました。これは勝てるから大丈夫ですね。じゃあ、進めていきましょうか。我が野望、何人たりとも止められぬ。
お金で来てくれる。ああ、いいじゃん。それなりに強いじゃない、この武将。なるほど。70なら、なるほどかな、また。なるほど。なるほど。3500円で来て。ああ、ありがとう。で、今ちょっと舞台どこも出してない状態だね。交渉で。ここは。かしこまった。上杉さんとも交渉しとこうか。かしこまった。もっと戦うこともないと思うんだよね。なんでノブ、さっきあなた神殿求めてきてたじゃん。飽きないを始めましょう。報告いたします。ちょっと厳しくなってきたね。ご命令を。兵糧もね、全然溜まってないんですよ。2枚1000しかないんですよね。あら、この間もさっきまで仲間だったのに。ちょっとこれ、防衛徹に徹しないと無理ですね。はい。これは防衛に徹することにします。評論はないんで攻めに転じれないですね。取引を行いましょう。かしこまりました。皆の者、我に続け。我が領内に敵が迫っております。43,000。負けてんだよね。ここで16,000持ってくるかしかないね。皆の者、我に続け。手を打とう。ここなら勝てる。まだでもあれだね。まだ20日ぐらい余裕があるね。じゃあちょっと解散しときます。ああ、ちょっとボケてた。そのまま進めちゃった。いくつ持っておけばよかったんだっけ。16,000。皆さん続いてください。
手を打ちましょう。あ、よかった、よかった。一日早くね、着きますね。はい、先手が取れるんで大丈夫だとは思います。うん。じゃあ、こんな感じで進めていきます。報告いたします。先月の収支です。表情を始めましょう。農業論議ですね。これにて表情を終わります。もう攻めのこれ取っとこうか。ゲッチ。はい、ということで、じゃあね、第6話はこの辺で終了したいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。